ちょっと相談とか、ちょっとはい、はい、あの、はい、初めてするんで、は、えー、はい、はいあのうまく話せるかわかんないんですけど、うんうん、大丈夫っすよちょっと取り乱したらすいません。はい、わ、はい、かりました。うん、どうしました、今日は。あの、<い>えっとあ、すいません。あの えと今その、はい、えっ一旦深呼吸しましょうか声,声が震えてるんでん <laughs> そんな緊張しなくていいですよ、えー、今日はあのこれこれの裏だからかそってるんでうん <laughs> <laughs>、はい、大丈夫ですよちょっと精神的に、はい、あのー、こうなんていうんですかね,ねええっと まあ頑張ろうと思ってやれる時と、はいはい、あの、まあそのまあ、仕事もあ、はい、あの、まあそのまそ休みなく頑張っててああのまあ、ブラック企業とかではなくて、うん、私が掛け持ちしたりとかで時間を使って<お>ま仕事をしてたんですけどでああのまあ、その年末12月の前にちょうど、はい、あの体調を崩してて。はい ねその分やっぱり生活もあるから頑張ろうと思ってやってたんですよ。はい、なんですけど、はい、あのー、頑張った反動もあるのかわかんないんですけど、うん、なんかこう急にその頑張れなくなってしまってはい、はい、でまあ、その原因もその客観的に自分で考えて、うん、まあその分かってはいるんですけど、はいあのー、今ちょうどもう。 1週間とか、はい、まあその仕事もなんかできなくて、はい、であの頑張ろうって思える自分と、はい、そのなんか頑張れないなもう消えてしまいたいなって思う自分の、はい、その気持ちの肯定さがしんどくて、はい、であのまずその原因としては自分で思うのは、はい、その仕事と。はい、あの まあその仕事が結構ストレスがあるのが分かってるんで、うんはい、でまあ、その仕事を変えようと思って、はい、で今行動してるんですけど、うん、そのなんていうんですかねこうモチベーションがどうしても、うん、その頑張ろうって思う自分と、はい、本当に沈んでしまう自分の差が激しすぎて、うんはい、あの自分自身すごい。 辛くって、はいはいはい。で、そのまあ原因も何個か自分でわかってるんですけど、うん、なかなかその解決が難しい点もあって、うん、はいはい。で、あの、まあ、普段なんか仕事柄、はい。あの相手の相談を聞く仕事もしていて、はいはい。あのカウンセラー的な、はいはいはい。で、あのまあ。 死にたいとかいう人の話とかを聞いていたりはするんですけど、うん、私があの誰かに相談するっていうことがないんですよね。で、うん、ないっていうのがまあその自分でどう決めるかでしかないなと思う部分があって、うん、自分の中で。であの、まあ、相談をするって言っても「うん、どうしたらいいですか?」ではなくて、はい、まあその辛いなと思う部分とか。うん まあ自分はこう思うんだけどどうかなっていう部分を、はい、あの話すことはあっても、はい、もうどうしようもなくて辛いっていうことを、うん、こうどうしたらいいですかって言いたいわけではないかったりするから、うん、人に話したら、はい、あの解決するとか、はい、その話した方がいいよっていうふうに言われることもあるんですけど、うんはい、迷惑をかけたくないっていう部分と、はい、話しても自分が決める。 どう選択するかっていう部分が大事かなって思う部分もあるので、はい、あの話さない分、はい、ストレスもたまるところもあってね、うん、あのまあそのなんて言うんですかねこう辛いなっていう気持ちが強くて、うん、ですいませんなんかこう、うん、まとめれなくて。 あの何て言うんですかね、こうえっと数年前に、うん、あのえっと自分の想像的に何かこう精神的なまあなんか診断とかがこう下るかもしれないなっていう状況になってて、はい、体調面とかで。はいはい、であの、病院に行ったことがあったんですよ。うん であすいませんなんか長く <laughs> なってしまういいですよあの、はい、でその時は、うん、えっと結局そのちゃんと話を聞いてもらったけどうん、そう何かこう心断が出るとかではないですよって言われてしまったから、はい、そのすごくそのもしかしたら何かうつ病とか言われたら、うんうん、まあその受け入れてやっていこうって思う覚悟を持ってい のので、はい、その何でもない,ないですって言われたことによって、うん、じゃあ頑張れてないんだなって思う気持ちになってしまって、うんうん、で、まあ、その今の,その状況体調面とかそう精神的なものを考えて、まあ、病院に行ったりとかする方がいいんだろうなとは思うんですけど、はい、ちょっとやっぱりこうなかなか怖いなって思う部分もあったりして。はいはい で思ってるんですけど、はい、そのうんすいません何か何がこう伝えたいのかちょっとまとまってなくて申し訳ないんですけどうん,うん <laughs> ちなみに今おいくつなんですか今は30です、うん、でえっ、ー、とお仕事が う,ん、もう,もう仕事が、うん、えっとまあそのカウンセラーのものと、うん、えっともう一つはしてるんですけど、はい、あのなんか仕事も、はい、えっとその例えば週5日でうきっちり働くっていうことを今までずっとしてたんですけど、はい、あのなかなかその。 気持ちのその高低差があったりとかの体調面でその自分がこううまく仕事ができなくなってしまうような状況になることがたまにあってなんで今はその時間が融通が利くようなあの仕事をしてるんですけどただ内容がちょっとストレスになってるのはあるのでま変えようと思っていて。 あ仕事をあそうです仕事、うん、ふん,ふん,ふん。でえっ、ー、と俺はどどこの相談に乗ったらいいのかな <laughs> すいません何か。<laughs> うん、でそれで、うん、あのまあそのもう一つあって、うんうん、すいませんなんかあのまあその、うん、えっとその なんかここをその数年というかすごくももうあの人生を諦めようかなと思う部分があって何回も。うん、でだけど何とか頑張ろうと思ってやってきてた分が、うん、のところがあったんですね。あ、うん、あのまあ、去年に、うん、まあその今、彼がいて付き合ってる人がいて、うん、でまあ、そのお互いにこう、うん、辛い時に会って支え合ってやってたんですけど、うん そのなんかこう彼自身も今ちょっとストレスをすごく抱えているみたいで、はい、で、あの、まあその見た感じはちょっと精神的な何かがこう、うん、まあうつとかそういうものが、はい、まあなんか言われそうなんじゃないかなっていう雰囲気の感じの体調なんですよね。で、同時に私も今ちょっと参っちゃってるので。はい そのモチベーションとして今まではここ最近はそのまあこれから先をまあ一緒になんか頑張ろうっていうのであのそこで頑張れてたんですよ私も。なんですけどそのなかなかそのもう連絡もなんかまともに今まで取れた取れてた分を取れなくなっちゃってるしそのなんていうんですかね。うん まあその前回、あそもそもあの遠距離で会えないんですよ、全然。で、前回会った時に、うん、あのまあちょっといろいろ思う部分があって、はい、まあ伝えたこともあって、はい、でそれでいて、まあ、その、うん、ちょっとこう追い打ちをかけてしまったのかな、追い詰めてしまったのかなって思う部分があって、はい、でそれについても、まあ、ちょっと文章だけど、LINE では話をしたんですけど、はいあの 私は、こう、文章ではなくて、なるべく、その、うん、マイナスな部分を伝えるんじゃなくて、はあ、こうあ、辛いと思うけど、その、一緒に頑張りたいってことを伝えたかったんですよ、はい、言葉で。うん、で、それで私も頑張れるなって思ったんですけど、はい、あの、なんか電話をすることもできなくて、ずっと一週間くらい。はい。まあ電話自体はもうずっとしてできてないんですけど、はい。こう、そこが、 あの私としてはそこが、うん、あのポジティブなプラスな方向になれば、うん、頑張れるって思うんですけど、はい、それもなんかまとめに連絡すらも取れないんですよね今。でもう一日一回帰ってくるかなみたいな感じで、うん、でそれで、うん、なんかあのなんていうんですかね こうどうしようもなくなっちゃってる自分がいて、はい、で頑張ろうとしてるけど、うん、すごい不意にすごい消えたいなって思っちゃう気持ちの沈み方もするし、はい、その唯一なんか頑張ろうと思えてたその彼の存在も、はい、私が今こう言っちゃうことによって追い詰めちゃったりするから言えないのかなって思う部分もあって。はい だからなんかこう分からなくなっちゃって。いや運で終わるなよ。運で終わるなよ。<laughs> うん、で,な,よ <laughs> でなんかそう,、うん、そうまず自分のことができていかないといけないと思うので<え>自分のことをやっていこうと思うんですけどた<え>だその、うんうん、なんか彼のことを。 やっぱり考えちゃう自分がいるんで、はい、あのどうしてこうモチベーションを保っていけたらいいのかなみたいな感じで、うん、どっちのどれのモチベーションですかその恋愛についてのモチベーションなのか仕事についてのモチベーションなのかえっと仕事どっちもですねうんまあそうね えー、まあ仕事に関しては変える変えようと思うっていうのはそのカウンセリングの方を変えようと思うってことですよねえっとカウンセリングの方ではなくてもう一個の方がストレスなんですよあちなみにもう一個の方何なんですかえっとちょっと内容がややこしいというか、はい、うんぜぜざっくりと何系って感じでいいですよ別に細かくなくてえっと、うん、どういったらいいかなう、はあ、あの 完全にこう出来高性歩、はい、合性な、はい、なんかこう営業的な感じですね。ああ<ー>、じゃあ、なんか、その会社がどっかから商材持ってきて。はい、要は代理店みたいなことですか。あ、そうです、ね。あ、営業的な。場所,場所借りるというか、はい、で、うんうん、私がやっているっていう感じです、うん。うん、ってことは、その、なんていうんですか。カウンセリングの方は、えっ、ー、と、はい、そんなにがっつり。 時間の的なな拘束がないっってこととですかえっと、カウンセリングの方は、はい、もうあの何時から何時というか、うん、その決まってなくて自分がしたい時にできる形なので、うん、あ民間のってことですかなんかそうですねそんな感じですね、うん、なんかえっ、ー、とえっ、ー、と <laughs> 要はえっ、ー、とんでしたっけなんか予約が入ってて 何時から何時の予約が入っててその時間にじゃあそうですねであの私が個人でやってるって感じですかね、うん、うんでおじゃあ、えー、と個人事業主ってことですかですね<あ>そこにはいそうですおなるほどおなるほどカウンセリングほう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 そうするとでそっちの営業の方を変えるっていうとど,どういうふうに変えるんですかななんか別の仕事を始めるんですか そうですねもう内容が、うん、内容を変えるというか仕事、はい、職種自体を変えようかなって思っててうん。だとするともうそれ変えたら意外と何かなんかそれがストレスになってるってご自身でストレスの原因が分かっているのとそれ解消しちゃったら意外とそこでスムーズに話は進むんじゃないですかそういうことでもないですかうんなんかそうするのも分かってるんですけど、はい、ただその。 なんか今までこう唯一こう頑張れ頑張れてたその彼のことが今そんな感じになってるからちょっとしんどいなってなってるのとあの本当にここ最近のその気持ちの高低差が激しすぎてあのしんどいのがあって。 でもそうすると、その本業の方のカウンセリングって、それは全然いけるんですか、それで、その状況で。えっと、うん、その私がこの今、精神的に参ってるなって自分で分かってても、はい、あの人の相談とかをもともとできるんですよね、その、うん、まあそのなんていうんですかね、仕事じゃなくても、うん、まあ友人だったりとかが、はい、まあしんどいみたいな、うん、その、ちょっとこう、うん、重たい話。 内容であったりとかは、はいうん、そのできるので、うん、仕事としてやってるので、うん、そこは問題なくできてはいるんですよねストレスはありますけど、うん、自分がやりたくてしてる仕事はカウンセラーの方なんですよ、はいうんうん、まあプロの方にアマチュアの僕がこんなこと言うのはあれなんですけど多分そのブレがあると 答えってて変わってくると思うんですよねね多分ね浮き沈みがあるっていう状態だと浮いてる時と沈んでる時の答えって変わりません、はい、多分。俺はもうえっ、ーはい、とどんだけ重たい相談それこそ今まで散々生き死にの話も散々乗ってきてるしあのー、まあいっぱいそういうの乗ってきてるっすけどそれこそまあ,あ仕掛けどのぐらい78年ぐらいはやってるんですかね多分。 うんでそういうのそれこそ一日多い時って一時期、えー、LINE アットっていうなんか LINE のアカウントがあって、はい、それで一日3 4 0人とかずっと相談乗り続けてた時期があるんですよ。うんはい、で配信でも相談乗って配信外でもそうやってずっと相談乗ってっていうのがあったんですけど。 えっと、はい、その中で僕1回も気分が落ちたことがないんですよ。はいだからずーっと安定して同じ答えを出せるんですけどそれでどうんはい、どうなんですか浮き沈みがあるとどうなんですかそれって同じ答えをずっと出し続けられるもんなんですかえっと仕事と、はい、その私自身のプライベートなことを完全に切り分けてやってるので。 意見とか意思として、はい、その自分の意思、うん、考えとして、あの経験とかをこう踏まえて、うん、その話をする相手に話すことはありますけど、はい、その、それによって、はい、こう精神がとか、はい、こう辛いなっていう、辛くてどうしようもなくなるっていうことはないですかね。うんうん ねうん、ないですね。うん、うん、まあそうか。でえっ、ー、とでえっ、ー、とこれでえっ、ー、と相談の、えー、と主たる部分としては、えー、モチベーションモチベーションをどうキープするか。モチベーションをどうキープするか。モチベーション。 うーんただ正直今その状況でしかも離れててで連絡も取れてない状況でえっと相手がどういう状態にあるのかっていうのが把握できてない以上相手のペースに任せるしかないからそうなるとえっと何かしら別のあなた自身で。 えーと独立した何かこうええー、ことを始めるしかないっすよねなんかそうですよね、うん、だそうすると今えっ、ー、とその営業はどのぐらいのやつでどのぐらいの期間でスパンでやめるつもりなんすかえっともう次の仕事、はい、あのなんかにあのかはい変えるっていうことでもう話はしてるので。うん そのもうその決まればやめる準備をしてっていう形の話も一応してはいるので、うん、あ,あ次の仕事がってことですねでちなみになんですけどす、ね、カウンセリングの方ではどのぐらいかす稼げてる状態なんですかそれだけでも飯食ってくけるんですかそうですねカウンセリングの方は、はい、そのやればやる分だけって話ではないので、うん、不安定なんですよ若干。 なのであ,あ,あのーまあ、そういう部分があるんで、はい、ゆくゆくはメインにしてはいきたいんですけど、はい、今はちょっとサブみたいな形でやっていて生活としてはそれだけじゃ厳しいですかそうですねちょっと、はい、うんどのぐらい大体いいどのぐらいざっくりとどのぐらいなんですかねあんまり言いたくなければ言いたくないでいいんですけど どのぐらい稼げるもんなんですかああまあでも、うん、そうですね初任給とかぐらいですかね今の状況でいうとあじゃあワンチゃンそれだけでもまあ何ヶ月か生活できるぐらいの感じなんですか何ヶ月えっ、ー、とまあ余裕があるかって言われたらちょっとあれですけど、うん、まあ全くできないっていうわけではないですね 生活ででできなないいわけじゃないってことすすよねねそうただ、うん、あの波がどうしてもあるので、はい、なので、まあ、セーブしてやってる部分もあるので、うん、だとしたら逆にこれを機にそっちが全くストレスじゃないのであればこれを機にそっちにシフトしていけばいいじゃないですかダブルワークっていう考え方じゃなくて。 だってセー,ブ<う>セーブしてらっしゃるんだったらそこ開放すりゃ、ね、普通に生活するぐらいにあのボトムのところで普通に最低限生活できるぐらいの金額にはなるってことですよね多分。ボトムっていうのはあの最低の月給ってことですようん 1>, 1年の中で12ヶ月ある中で最低の月給のところで、まあ、初任給ぐらいは稼げるぐらいにはなるんじゃないかってことですよねそうですね。 だとするとそれにシフトした,った方がいいいんじゃないですかそうすればそこの自分がもともとそれやりたいんだったらそこに対してもモチベーションはあるだろうし、あのー、余計なストレス抱える必要ないしでそれが自分が今合ってる仕事だって言うんであればそこで自分のメンタルたあのー、立て直してでメンタル、えー、と引っ張られたりもしないし、えー、と普通に大丈夫だって言うんだったらそれ一本 にするちょうどいいタイミングなんじゃないですかそれこそうーんそうすればだってストレスいっぱいなくなるじゃないですかその,、はい、その余計なことしなくていいっていうのもあるし自分の仕事で自分のタイミングで働けるっていうのもあるしそれが一番良くないですかだってそうすりゃいろいろ解決するじゃないですかそれでだって自分のメンタル立て直して、はい、えとうまくいくようになったらそしたら自分のメンタルも充実してきてでその彼氏のサポートもできるようになるわけじゃないですか そうですね、うん、やっぱりその、えっとここ、そのえここ去年体調をかなり崩していて、はい、で仕事ができない期間が結構、まありまして、はい、であのその分ちょっと、ま、自分で貯蓄したいなっていう部分があってであの、まあ、そのカウンセラーの仕事を、まあ、サブの形にして、はい、であの掛け持ちで仕事をしてなんとかこう余裕を 持ってあの何かあっても大丈夫なようにしたいなって思ってる部分があったんですけどどうしてその <laughs> その,そのごめんなさい僕そこのそれがどういうふうなロジックでそうなったのかが俺よく分かんないですあ体調を崩していてはいはい、はい、体調を崩していてなんで別の仕事始めちゃったんだろうっていうあ別の仕事ではなくてはい、はい、えっと 崩していて、はい、あのカウンセラーの仕事が、はい、あの安定には安定はしないので、あのなんて言ったらいいんですかね、なんかすいません、うまく伝えなくて。えっ、ー、と、うん、なんで、今の状況で、えっ、ー、と頑張ってお金を貯めていたっていう形ですね。うんうん、ごめんなさい。でも あ、<笑><笑>えっと体調崩してお仕事ができなくなりましたのタイミングからその営業の仕事始めたんですよねえっと営業の仕事はえっともともと違う営業をしていてはいはいはい。 なんかすいません、あのめっちゃコメントがわかんないってなってて、申し訳ないですあの説明がちょっと時系列が。あの前の働いてた職場がかなりそのえっとブラック企業で、でえっとちょっと私が精神的に参っちゃって辞めることになったんですよ。で、その間、新しい職場の環境になかなかあの踏み込もうって思えなくて。 この気持ち的にどうしても。うん、であのその間にちょっとコロナになったりとか、はいろいろ、本当に数ヶ月働けませんっていう時期ができてしまって、はいはい、で、あのまあ、私自身の,その家族がちょっと複雑なんですけど、はい、で、そのことによって、ちょっといろいろんななんか、出費があったんですよ。はいうん、私が仕事ができない、で家族のことでもいろいろ払わないと。はい ないいっていう状況で、はい、生活がすごい苦しくなって、はいはい、でその分今頑張ろうと思って、うんえっと、年末年末11月12月くらいからもう休みなくずっと働いてたんですけどはい、はい、であのでそこでなんかこう糸、うん、が切れるというか、うん、なんかこう頑張ってて、はい、少し休んで,、うん、でまたちょっとやろう 思ったんですよちょうどなんか1月私誕生日があって、はい、ではい、はい、なんか誕生日に、はい、あ,ありがとうございます、うん、あのもうなんかこうバカみたいに働くのもしんどいなと思って、はい、でなんかなんでちょっと休もうと思って休んでたら、うん、それがちょっとあの、まあ、頑張ろうって思う思って行動してたけど、うん、そのちょうど同じタイミングで、うん、あの 私自身もなんか気持ちの高低差が激しくなっちゃって、ははい、はい。で、あの、まあ精神的にも、なんか、うん、もうあの、寝れないか、うん。あの、むちゃくちゃ寝るか、どっちかなんですよ、最近ずっと。うん、で、でなんか、そのまあ同時にその彼のこともあって、うん。で、ちょっと、こう、なかなかモチベーションがう、うん。こう、頑張ろうって思えない。 く、うん、なっっててしまってる自分がいて、うん、であの、まあ、私自身が配信を見たりとかするのが好きで、まあ、いつも見てるんですけどはい、はい、あのなんか楽しみがないから趣味作らないといけないなとか思うんですけど、はい、なかなかその「あのそうだから」って答えは出てるけどそうできるっていうもんでもなくて、うん、自分が。うんうんで なんかすごいこう気持ちが沈み込んじゃうから、はい、こうまあ、く伝えないの分かってるんですけど今言ってることが。はい、でだけど、はい、こう何かしらこう自分にとってこう、うん、頑張ろうと思えることになったらいいなと思ってちょっと今回相談させてもらったんですけど。うんだとすると今すげえチャンスなんじゃないですかね。 なんか俺は今めちゃめちゃチャンスなんじゃないかなって思うんですけどえっ、ー、と普段ちょうどお仕事がメインのお仕事がそのカウンセリングのお仕事ってことですもんねカウンセリング<あ><ん>あカウンセリングの方がまあメイゆくゆくメインにしていきたいっていうお仕事ですもんねそうですねはいでまさに今あなたみたいな相談って 多分今までも何件も受けてきてますよね。えっと私自身がですか、はい。そうですそうです。ああそうですね。そうですよね。だとしたら逆にここを俺に相談するとこじゃない気がするんですよね。自分で答えを見つけて自分でそこを直しなんかこううまく立て直していくっていう風な、えー、経験をご自身が積んだ方が。 多分実際に相談に乗るときに実体験を伴う相談として説得力が増すと思うんですよねだから逆にここって今まさに自分自身と向き合うチャンスな気がするんですけどねだから下手に俺からなんか解決策を聞くよりもご自身でそこたどり着いた方が多分あの要は 僕もいろいろこうな,なんか割と物事を言語化するの得意なんですけどなん、はい、で僕が言語化するのが得意なのかっていうとだいいた自分そこ,経あのそこを通ってきてるからなんですよ、うんはい、だから例えば落とし穴がどこにあるっていうのも分かってるしで、はい、えと失敗する人っていうのはだいたいこういうとこでつまずくっていうのも分かってるしそれ自分で実体験があるからこそそれを言葉として。 えと誰にも分かりやすすく伝えられるんですよねで、はい、例えばじゃあ普通にパーって今喋ってる言葉に対して、えー、とこれがよく分かんないっていう人に対しては「ああじゃあこの人に対してはこういう言い方をしよう」あ「あそしたらあこの人理解したな」っていうことができるようになるんですよね。これまさにカウンセラーやってらっしゃるんだったら、うん、まさに今クソチャンスじゃないかなっていうこういう相談って多分一番多いような気がするんで世の中。 あの今まで、うんはい、その今言われたことも、うんはい、自分ではその実際に、うん、もう経験してきてこうだったっていうことが、はいろいろ辛いこともあったので、うん、もちろんあって分かっているんですけど、うんはいすしその、まあ、今こう自分の経験したことを生かしてっていうのはもちろん実際にやってはいるんですけどただこうなんていうんですかねうん。 なんかいろいろ同時に、こう、はい、何もかもが、こう、なん,てうんですかね、うまくいかないというか、はい、あの、頭ではわかってるんですけど、はい、なんかすごいどうにも辛いなってなってしまって、うんうん、あの、なかなかその気持ち、まあその今、あの、何が一番しんどいかって言ったら、うんはい、その自分の体調面、 もうあの、うん、おかしいのでそれも辛いんですけど、はい、まあそのネックとしてはその彼のことがあるんだと思うんですよね自分で。そのなんかこうこれからこう唯一のモチベーションとしていろんなことを頑張れてたのが、はい、あのまあなんかこうどうしたらいいのか、うん、っていう部分があって。であの その相手のことを全部わかるっていうのはか難しいんで。あのはいなので、こう自分が言いたいことを言ってしまってもそれは多分正解ではないと思うからその今、いろんなことを言ったって多分難しいんだろうなってな自分がいっぱいいっぱいだっていうあの返答があったんですよね。なので今はちょっとこう話ができたりとかする。 のののでではないのかないかと思うんですけど、はい、まあそのただ、不安だったりとか、はい、そうん私はこう何かできたらいいなと思ってたんですけど、はい、今はちょっと、うん、あのそこは何もしない方がいいのかなと思う部分もあって、何もというのが、うん、その自分の意見がこうだっていうつもりはないんですけど、はい、ただ、その、えー、っと、 前回言ったことが、その追い詰めてしまった部分があるんだったら、うん、そこもちゃんとあのー、話して、うん、話して、まあ、文章じゃなくて話して謝りたかったのと、はい、であとは、その、うん、まあ、お互いにその、プラスになるようにっていう風な意味合いの言葉をかけたかったんですけど、はい、それを話すことも難しいので、うんうん そこがまあ辛いだから俺は <laughs> <し>今,今日難しい僕があの歯切れが悪い理由は、えーとはい、俺に何を聞きたいのかが正直ここまで分かってないっていうのともう一点は、えー、とやっぱり、えー、と俺も相談人の相談を乗らせていただいてて、はい、えとじゃあ僕は。 えとじゃあ誰かに相談することがあるのかって言ったら僕はないんですよ一切、はい、だから例えば、えー、と愚痴みたいなのもないしなんか、はい、えと相談することもないしっていうなんでかって言ったら、えー、と単純にじゃあ自分が、えー、と自分のところに相談このじゃあ悩みを持って相談来たらなんて答えるのかなをやってるだけなんで、はい、だから僕の中では答えが全部出るんですよ。うんはい だから逆に言うと、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、まあ、さっき言ったように、1点は、何を俺に相談をしたかったのかが、今、1個分かってないのと、もう1個、もし、えー、と相談したい部分があったとして、 えとそれを、えー、と自分自身が、えー、と自分自身に相談したとしてその答えを自分が実行すればいいだけじゃ,んじゃないかなっていうところで思ってるのでなどうしたらいいのかがちょっとよく分かってないから歯切れがちょっとあんまり良くないっていう俺の今日っていう感じなんですよあすいません。すいません。そうすいませんなって答えないですけどだから僕今のところまだ何の相談に乗ったらいいかが、まあ、いまいちよく分かってないっていう話はとりあえず全部聞きましたっていう。 ただ,だな何を僕は答えたらいいのかなっていうところが見えてこないっていうところですねなんかその自分自身が今思う,こう胸も伝えたと思うんですけど、うん、その、はい、なんていうんですかね、はい、あの,うん,のうんいやその自分で何がこう結局言いたいのってなるだろうなと思いながら今日ちょっと相談うまく話せるかなっていうので。うん はい、話してるところちょっと申し訳ないんですけどお大丈夫ですよその、ええ、まあ自分がこう結局決めることだし頭の中では分かっているので<う>ただその今の<う>そのなんて言うんですかね<う>その気持ちの高低差があったりとかするのがううこうやっぱりその精神的なものとかっていう可能性も うん、あるののかなその精神的なものに関してはちょっと私もあんまり詳しくはないので、うん、そこまでは。もう僕もいろいろ相談には乗ってますし、えーとはい、多分こうじゃないかなっていう思いはありますけど、えーとはい、ここに関しては僕、えー、と僕の相談の中で、えー、と一貫して、えー、とずーっとそれは守り続けてる部分なんですけど僕はい 医療のプロじゃないのであ、はいはい、医療のプロでない以上僕がににわわかか知識ででで例えば今あななたの話を聞いいいいいてるとと鬱っぽい症状すすねうけはよそうですね、はいはい、それはめっちゃ無責任なことなんでそれがもしじゃあ俺が素人判断で「じゃあ鬱っぽいですね」ってあなたに言ってでそれであなたがじゃあそれで「ああじゃあ私は鬱つか」ってなってじゃあ病院行かなかったとしたらそしたら病院行ったらもっと違う何かがあったかもしれない。 それがもっと早くに見つかってれば、あの、なんとか対処できたかもしれないっていうことがあるんですよ。だから僕はそんな、あの、無責任な、あの、判断はしないんで、あの、 そうですね、はいなのでご自身がちょっとそういう精神的なところで不安があるのであれば例えば、えー、と前回まあえっ、ー、と一度病院に行ったけれども何ともなかったっていうことをおっしゃってましたけどじゃあ別の病院にかかってみるとかセカンドオピニオンとかねそういったところもあると思いますしっていうところなんで僕がそこは判断できないところですそこはでからいやすいません、うん、なんか言った後にああそうだよなと思ってす,すいません。 ねえー、と経験上これ多分うつだなって思ったとしても僕はそれうつっぽいですねとかっていうのは僕はなるべく言わないように僕はしてるんで、はいうん、なのでそれはねあのやっぱり一番はまず病院に行っていただいてで病院に行っていただいて診断が下ったものに関しては えっと、すでにじゃあ診断が下ってます。うつって言われました、病院で。で、そのうつとの向き合い方、じゃかんじゃって病院の人に聞き、聞きましたけど、聞いて、じゃあ薬も処方してもらってます。でも、なんか良くならないです。それでなんか、あの、妙案ありませんかっていう相談にだったら僕いくらでも乗れます。うん、それだったらいくらでも乗れるんです。 でもまだ病院にかかってない診断が下ってない状態で僕がじゃあそれに対してうつだからあの鬱っぽいからじゃあうつだからこういうことしてみたらああいうことしてみたらっていうのはそれできないですっていうそれなぜならば僕は相談っていうものに対して、あのー、きちんと向き合ってるんでなのでその中途半端な、あのー、僕のにわか知識で、あのー、判断するっていうのはとても無責任なことだしとても失礼なことなんで。 ななんででできないいっていう話ですね、うん、だからもしそこが不安があるんであればセカンドオピニオンなり、えー、ともう一度以前に通ったことのある病院に行っていただくなりっていうふうにまず判断していただいてでその後まあ診断が下った後だったらいくらでも話は聞けますけどっていうところではあるんですけどねっていうことですかね、うん、僕としては。ははい。 うん、でまあ彼氏に関してはまあさっきも、えー、と結構前半の方で言ったと思うんですけど多分あのー、なんですかねえっ、ー、とおそらく多分今彼氏あ前半ではないか中盤ぐらいかあのー、多分彼氏も今自分が精一杯でなんかそのお話もできない状態なんだとしたら、あのー、相手に任せるしかないで任せてる間に。 じゃあ自分のメンタル立ちあの戻すためにじゃあ、えー、と営業の方やめちゃって、えー、とまあお仕事カウンセリングの方のお仕事をセーブされてるっていうことなんでそのセーブしてるのを解放してやれば、えー、とボトムがじゃあまあ浮き沈みあるにせよボトムがまあ最低限生活できるぐらいの水準には上がるでしょっていう。だとしたらちょうどそこを一本化させるためのタイミングでもいい,い,いタイミングなんじゃないですかっていう。 ところでですすねねって感じかそうちょっと本当に伝えたいこととか質問質問というか相談したいこと自体が本当に何が言いたいのって話だよなって自分でも思いながらちょっとただそのどうしてもこう相談するならちょっとさせてもらいプーさんにさせてもらいたいなって気持ちがあってとその気持ちが強かったなと思ってちょっとこう。 よくわからななないいそんににっっててししまこ本当申訳ですけどでででででででだからそれもう一回なんかこうそこを自分自身でどうしたいのかを整理していただいてもう一度また、えー、と来ていただければまた今度そのどうしたいっていうところが明確になっていればあの何をどうしたいけど何に困っているとか何をどうしたいけれども、えー、とこういうネックがあるとかっていう風に言っていただければ僕もいくらでもあの ここれはこうじゃないああじゃないっていうあの提案はできると思うんでそこまず明確にしてきていただいた方が、はい、多分僕は相談乗りやすいですかね。はいのどうしても今、はい、私自身が私のことを解決していく上で、はい、どうしてもそのタイミング的に、はい、こうモチベーション一番のこう、うん、モチベーションになっていったその彼のことが、はい、こう今ちょっと。うん 微妙な感じになってるのが辛くて、はいうん、辛くて、うん、でやっぱりできることは今はもう見届けるというか、うん、あの向こうがまあそのどうするかどう動くかというかっていうのでしかないなっていうのはわかるんですけどまあでもそうでしかないですよねできることないですよね今まあそうですねただできることないかどうかに関して言うと。 えとできることないとも言えないですよ。っていうのは何かっていうと,、うん、えとその彼氏のことを知ってる一番知ってるのはあなたのはずなんで,で、はい、僕はその彼氏の人となり一切わからないんでだからこうなんじゃない、うん、ああなんじゃないって10人といろいろあるわけでそれを今無責任にポンと言ってそれが外しちゃった時に。 それこじらしちゃったら僕の責任になっちゃうんでそこはちょっと難しいかなって感じですね、うん、人となりもわかんないんで全くそのなんか、うん、なんていうんですかね、はい、えっとちょうど、はい、こう私だからできることがあるなって、うん、お互いに認識している中で、はい、ちょうどその連絡もまともに返ってこないタイミングで、はい、でまあ電話するよっていう電話できる時に、うん、あの話させてっていうのが。うん こうどんどんあの日にちが伸びていってでその向こうも、うん、もう本当にかなりこう睡眠不足じゃなくてむしろこう寝すぎてしまう状況が続いていて、うんはい、でなかなか思うように活動ができないらしいんですよね。はい、であのその中でその私だったらこう言葉かけれるかなって思う部分もあったので、うん、あとは状況も把握したいっていうのもあって。うん で話をしようって思ってたんですけど、はい、あのその時にちょうど帰ってきた返答が、うん、あのちょうどこのその状況を見かねて、はいまあ、私は近くにいないんで遠いんですよね、はい、かなり。うん、であのその人の,その彼の親友友達が、はい、なんかちょっとこう遠出に、うん、あの連れて行ってもらったんだっていう理由だったんですよね。はい、その連絡ができないといとうか、うんで その私、結局、そのこれは私の気持ちでしかないですけど、はい、私はどうこうしよう、どうにかしようって、うん、あの思ってたけど、うん、結局、この話がこう、うん、できることもなく、うん、その結局、こう友達が、うん、その私ができることがないなって思っちゃったんですよね。その友達がそそのの連れてっててっっもらって、うん、で向こうはその んんて言うんですかね、うん、うんその後も電話もできなくて、うん、結局、うん、今までもね、うん、で,できることが本当にないなっていうのもあって、うん、いただそのこうしたいって私が思ってずっと話したいっていうのも、うん、もう余計に追い詰めるなと思って、うん、本当に今はできることがないのかなって思ってて。うんうん <laughs> なんんで終わったんや思っててなんだよ思ってて、うん、その、うん、私がだから、うん、あのえっと、ね、あの待ってくださいねえー、っとねえー、っと話をこう追っていくとこう今日俺が歯切れが悪い理由のも,もうちょっと分かりやすく言うと話を追ってくとご自身の中で答えがあるんですよもう。はい、だから俺何に相談乗ったらええんかなっていう。 だから、今現状、まあ、はっきり言わせていただくと、今現状僕は、えっ、ー、と、相談に乗ってるというよりも、あなたの愚痴を延々と聞いてる状態になってるんですよ。そうですね。申し訳ない。うん、すいません。で、えっ、ー、と、僕はいつも、あの、相談には乗るんですけど、愚痴は聞かないっていう、あの、スタイルで僕はずっとやってるんですね。で、えっ、ー、と、なぜ愚痴を聞かないかっていうと、えっ、ー、と、 ただよくわかんない話をずっと聞いてるだけになっちゃうんで、愚痴を聞いてるっていうのは。何かをどうにかしたいっていう人のその何かをどうにかしたいが明確になっていれば僕は相談に乗れるんですけど、その何かをどうかしたい、あ、これ何かどうかしたい話かな、が始まったかなと思って話、追っていくと、最終的に自分で答え持ってるんですよ。<laughs> あれじゃあ、これな、俺何したらいいんだろうっていうのがずっとあるっすよ、今今日。っていう。 うんうん、だからなんかいつもだったら結構バツバツ喋るじゃないですか僕はいでも今日ずっとなんか聞き役というかずっとしてるじゃないですかこれ何でかっていうとこの状況が起きる時は、えー、と僕が聞き役にずっと徹してる状態が起きる状態ってどういう状態かっていうとえっ、ー、と愚痴が来てる時なんですよはい だから、えっ、ー、と、僕、何もあんま、今日、あんま喋ってないんですけど、僕、普段の相談だったら、バンバン喋るんですけど、喋ってない、あんまり、喋ってない理由っていうのは、はい、あなんか、追ってったら最終的に答えあんな、あれじゃあ、これじゃないのかじゃあこ、こ、っちかって思って、こう、こう言ってみたら、あ、ここにまた答えあったんじゃあ、何の話っていうことになってるんですね、今。はい で、だから僕、あの、相談の時に、えっ、ー、と、通話であっても、あの、一番最初になんか、どんだけ長文になってもいいんで送ってくださいってよく言うのは、あのー、例えば、リアルタイムでこう、喋ってる時になんかこう、テンパっちゃって何を喋れ、 喋ったりかわかんなくなっちゃうっていうことがあったりするから先に何を相談したいのかをまとめていただけてそこでじゃあヒアリングなりを僕がさせていただいてでそれで話を詰めていくっていうのが僕の配信の相談のスタイルなんでえっとそうですねだから今の現状で多分 <laughs> えっと僕がこのあとえっとお伺いしてもですね正直多分相談にならないです今状態。 今だって、えー、と通話時間として48分でしょ48分の中で、はいはい、俺結局今48分経って何の相談に乗ったらいいんだろうっていうのが未だによく分かんないっていう。で彼氏のことがなんじゃらかんじゃらっていうのは分かるっすけどあのそれは分かったんすけどでも結局じゃあ今自分はできることが何もないんでしょっていうそれを何回も繰り返しお話しされてらっしゃるんでだから。 そさっきも自分で言ってたじゃん。としか思ってないですよ、俺、今。今、自分は何もできることがないのね。そうだよね。で、うん、共通認識さっき取ったし。はい、で、それ何回か共通認識取ってるんですよ。今な、現状何もできることがないよねで。はい、で。で、それでもまだ、また彼氏の話が始まっちゃうから。いや、でもさっき彼氏との話は共通認識として、えっ、ー、と、今は、今現状で何もできることがないよね。で、結論が出たよね。って思ってるんだけど、また始まっちゃうから。 俺は何の相談をどういう風に乗ったらいいか今正直分かんないですっていうことですすいませんほ全然大丈夫ですよ <laughs> 全然大丈夫ですよまあだからご自身もね今大変なんでしょうけどうん彼氏も大変ででじゃあその中でじゃあ今あなたができることって何か彼氏のためにできることは何かって何だと思いますじゃあ じゃあ、えっと、先ほどまでじゃあ何もしないのがじゃあ、ねえっと、心苦しいとか,なんかまあそういうのがあるんだとしたらじゃあ今現状あなたが彼氏に対してできることは何ですか ?1 個だけあります僕が思いつく限りで。できること、はい、彼氏に対してあなたが今現状でできることって何ですかうんー。 まさ,っきさっき共通認識取ったじゃないですか彼氏に今できることは何もないっていう、はいはい、で共通認識として取ったんですけどまあ、やることはあるっちゃあるっす、はい、ただ直接的に彼氏に関与することではないんですけどはいはいえー、と一つや,るやれることはあるっす彼氏のために今やってあげることが一つあるっす何だと思いますか何でしょうか まあ、クイズ大会ししてもももょうもないですもんね、まあ、自分自身のことをあきちんと片付けていくことかなと思うんですけど素晴らしいいと思います僕もそう思いますあなたが、えー、とじゃあ彼氏がじゃあ連絡をしてきた時にあなたもメンタルがやられてたらお互い多分メンタルやられた者同士でなんか話がとっちらかっちゃうと思うんでだとすると今あなたが彼氏のためにできることっていうのはあなた自身を立て直すことです。 <で>はい、彼氏がいつあなたに SOS を出してきてもあなたがいつでも受け入れができる状態を整えておくこと。はい、っていう状態を作っておくことがあなたにとって彼氏に今できることじゃないですかね。そうですねはいっていうはい感じですかね。はい、一応その、うん 私も相手も精神的にっていう状況になってしまっているので、どちらかというと、私の方が精神は強いんですよね、そのまあ、仕事柄というか、なんというか。うん、で、自分のことができないと相手のことをどうこうするなんて難しいっていうのも分かってるので、うん、そのポジティブな話の内容を直接話したかったので。うんはい まあそのタイミングが来るまでに、うん、まあ自分のことを、うん、まあ一個一個できるようにしていこうと思います。うん、そうで,す、ね、でまあえっ、ー、ともう一回一度どう,いうどういうことなのか整理していただければあの、うん、またいくらでも相談には別に乗れるんで、はい、なのであの今回はちょっと多分どっちらかってて、えー、と,というか自分が今できてないのが。 えと自分が今何ができて何ができていないのかの整理がきちんと多分まだできてないですだからえっ、ー、と、うん、多分僕に何を聞きたいのかが明確にならないです。はい、っていうだから、えー、と自分が今何ができていて何ができていないのかっていうのをまず一番最初に整理してでその中から何を排除して何を残すのかっていうことを整理してっていうことからかな。 と思いますそうですねあの、はいうん、本当にうまくなんか取り乱したり緊張と、うん、なんかこう思っていることがうまく伝える、うん、あの人にこうやって自分のことを話すっていうことがあまりしないので、うん、余計にこううまく伝えれなかったので、うん、本んに何が言いたいのって感じになって申し訳なかったんですけど、うんうん、でもあのカウンセリング一番大事っすよそれ。<laughs> <laughs> してだって自分のことを自分が考えたこととか自分が体験したとこ,こととか自分が伝えたいことを伝えられなかったらただただ話を聞くだけなんでそうするとそれも AI で十分じゃねってうちょっと感情とその伝えたいことが今ちょっと取り乱してるというかで自分でも何か何言ってるんだろうって思いながら、うんはい、ちょっと本当に。 あの聞いてもらって、その、うーさんにも、あの今、聞かれてる方にも、ちょっと、いや、わけわからんなと思いながら、本当に申し訳なさでいっぱいなんですけど、ただ、ちょっとこうやって話をすることができて、頑張ろうと思えたので、うありがとうございました頑張るっていうか、あれっすよ、本当に、あの、営業さっさとやめちゃって、あの一本化しちゃった方がいいっすよ。<laughs> そう,ですね、うんで自分のペースでできる方が楽じゃないですか楽でいいっすよ俺もう楽なことしかしないんで、うん、<laughs> はい。それでいいんじゃないですかそうですねうん、うん、っていうことだと思いますはいうんっていうことでしたまああのもう一回整理してまたあのなんかあれだったらあのもやっとしたままだったらまたもう一回整理してきていただければその時は回答ができると思うんで すいません、うん、ちょっと、ちゃんとまとめて、そうですね。話せるように。はいはい。そして、来ていただければ、またお話できると思うんで。っていう感じですか、ね、ありがとうございました。いえ、大丈夫です、はい。ありがとうございます。はい,はい。失礼します。はい、失礼します。 ずん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 ずくずくずん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 ずく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 ずんずくずんずくずん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 ずず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 んずずずん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 